マーガレット・ビクトリア・シャーロット・オーガスタのラオブ・コノートは、スウェーデン・オーグスタフ6世、アドルフの最初の日、スウェーデン5名では、マルガレータと呼ばれた。愛称はデイジー。夫の即位以前に死去しており、王妃にはなっていない。イギリス王子、この男をアーサーとそのヒル・イーズの娘として、バックショット・パークのこの男を釈定で生まれた。三月十一日に、ウィンザー城の礼拝堂で、 カンタベリー大主教、アーチボルド帝都によって洗礼が施され、ビクトリア女王、ドイツ皇帝ビルヘルム一世、ドイツ皇太子妃、ビクトリア、プロイセン王子、フリードリヒカールとその妻、マリア・アンナ妃、イギリス王太子、アルバート・エドワードが大父母を務めた。5歳年下の妹パトリシアと共に、当時ヨーロッパでも指折りの美しい王女として知られていた。おじエドワード7世は、 名たちにヨーロッパの王家王太子と演づいてもらいたいと考えていた。1905年に一家で世界周遊旅行に出かけたマーガレットは立ち寄ったポルトガルで王太子ルイス・フィリペの妻にと望まれるがこれは実現しなかった。同じくパトリシアも訪問先のスペインでアルフォンソ13世の日にと望まれるが叶わなかった。エジプト・スーダン訪問のため立ち寄ったカイロで 一家は、スウェーデン王オスカル2世の孫息子、グスタフ・アドルフ王子と出会った。マーガレットとグスタフは、恋に落ち、芝叩く間に婚約が成立した。1905年6月15日に二人は、ウィンザー城で結婚し、新婚旅行としてアイルランドで過ごした後、7月8日に、スウェーデンに到着した。マーガレットはスウェーデン語とスウェーデンの歴史。 社会福祉についての講義を受け、2年後には、見事なスウェーデン語を話せるようになった。1907年、夫の祖父オスカル2世の崩御によって、王太子妃となった。第一次世界大戦が始まると、マーガレットは、赤十字社援助のために裁縫協会を設立した。パラフィン供給が低下すると、ろうそくのコレクションを提供した。1920年5月1日、 感染症による頭部手術を施される間に急性した。その時、マーガレットは妊娠8ヶ月で第六死を見ごもっていたが死産した。ウィキメディアコモンズにはマーガレット・オブ・コノートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。